は東京都千代田区霞ヶ関2丁目にある東京地下鉄有楽町線の駅である。駅番号は Y17。島式ホーム1面2線を有する地下駅である。新木場より改札口とホームとの間を連絡するエレベーターが設置されている。トイレは2箇所ある改札内コンコースの両方に設置されている。このうち新木場より改札内コンコースのトイレには 多機能トイレが併設されている。かつては当駅の地下1階に、有楽町線、半蔵門線の運行管理を行う運輸指令所が設けられていた。ただし、1994年に小石川車両基地内の総合指令所に移転し、当地区の指令所は閉鎖された。2012年2月11日からスイッチ制作の発車メロディを使用している。 曲は一番線が雪景色、二番線が地下鉄が好きである。東駅長田町駅間には、千代田線霞が関駅方面への連絡線がある。有楽町線、福都新線及び南北線や埼玉高速鉄道の車両検査の際は、連絡線を経由して、千代田線の綾瀬車両基地まで改装している。1990年代後半以降では、 東京湾大化日祭り開催に伴う特別列車の運行や、千代田線車両の更新工事の際に、千代田線から有楽町線への改装に用いられるようになっている。2008年3月から2011年9月までは、小田急電鉄の特急ロマンスカーの臨時列車として、連絡線を経由して新木場方面に向かう、米リゾートが運行されていた。 2020年度の1日平均乗降人員は1964人であり、東京メトロ全駅の中では、西下原駅に次いで2番目に少ない。有楽町線内全24駅の中では、最も少ない。当駅は、霞ヶ関館町街に立地し、法務省、警視庁、国土交通省などに近いが、複数路線が接続する霞ヶ関駅や日比谷駅、 有楽町駅に利用者が集中しており、比較して、当駅はそれらの駅の10分の1程度の数値となっている。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通り。駅前にある、江戸時代末期に、大老、井伊直介が暗殺された事件、桜田門街の変の舞台になった桜田門に由来する。ありがとうございます。